こんにちは、花大チャンネルのあーちゃんです。今日は広島平和記念資料館に来ています。早速中に入ってみたいと思います。被爆前の広島だって。原爆ゾーンもあるじゃん。あ、原爆ゾーンこれだ。で、私たちも、あー、これを今渡ってきたんか。よくわかるね。だからこんな街だったんだね。電車も通ってね。車かわいいよね。え、車こんなとこ走っていいの？なんか疲れちゃう。どう見てもぶつかろうとしてない、ね、どう考えてもね。ねえ、でもさ、え、これ何、昭和？昭和よね、原爆前。大正かな。あれ、大正って書いてあるね。ねえ、大正かも。大正かもね。だってまだほら江戸時代みたいな格好してない、うん、なんか浴衣みたいなやつさ、ね、お父さん方はほら帽子ちょっと洋風になっておしゃれだけど、ね。いやー、見てこの笑顔。みんななんか卑弥呼様って言ってそうな笑顔。そういう髪型なんだ。ほら当時はほらほら、それも女の子じゃない？女の子、でも女の子男は多分もうこの時代坊主じゃない？可愛いね。でこれが原爆落ちた後だね。さっきまであんななんか平和そうな街並みだったけど、見て人が、うん、ね、手を握り合ってさ。多分この人たちその原爆落ちた時おらんかったの、ここにはね。で来たんよ、多分知り合いがおるかなんかでここまで探しに来たんだと。この中にでもいっぱい埋もれたんよね。埋もれたんよね。ここが原爆ドーム。でどれが資料館？資料館は後で建ってるね。原爆、そう、原爆を伝えるために建った建物だから。わ、見て鳥居が残っとる、うん、神社。どこの鳥居やろうね。だって木でできとるやろ、鳥居って。うん、大体、うん、この何が起きる。ここが爆心地だって。あ、これまだ建物が建ってる時だ。明るい。学校とかがあるねえ。そこにちょっとここって。うん、本当だ。あ、落ちた。うわ、キノコ雲。うわ、もうだから全部広がったんだね、広島市内ね。うん、焼け野原になっちゃった。死者約14万人。14万人亡くなったんだ。これで生きてっても幸せなんかな。いや、ほんとその通りよ。お母さんもお父さんもおらん、うん、ただ自分一人みたいな。ねえ、かわいそう。かわいそうに思わず頭を下げた瞬間、突然全身が異様な閃光に包まれ、ああ、もうピカーって光ったんだ。でってことはこの人は生きてたからこれを書いてるわけやろ、うん、なんて書いてある。1945年8月6日、富士見町を爆心地から1キロ、8月6日の記憶。17歳。17歳だったの。大やけどを負って逃れてきた負傷者が群がっていた。群がっていた。カメラを構えたらシャッターを切る、うん、20分ほどためらい、やっとの思いで1枚のシャッターを切った。それがこれだって。頭髪あやき縮め、顔、腕、背、足の至るところに、うん、やけどの皮膚の、うわ、ボロ切れのように垂れ下がる。まさに地獄だ。地獄だよね。そうだから、こう怖いんだけど、写真とか見てたらさ怖いんだけど、そうそう、かわいそうなんだけど、これ知っとかんといかんのよ。もうやっぱ日本人は広島と長崎でこうやって原爆が落ちて何十万人もの人が亡くなったっていうことをね。でそれが大昔の話じゃなくて、今も生きとる人たちがおるっていう、うん、でしょ。なんかあーちゃんのひいおじいちゃんもう被爆者、長崎で原爆に遭ってるけど、そうそう、だからそんなに昔の話じゃない。あーちゃんのひいおじいちゃん、ひいおばあちゃん世代。待って、お弁当の中見て真っ黒になっちゃった。はい、見えてる。この時間に止まったんだよっていう。8時15分。おしゃれな時計だったんだね。お皿の形して、だってほらめちゃくちゃお金持ちそうだもん。お前インコ買っとる。あ、インコ買っとる。あ、お金持
金持ちだったんだ。これがケロイド本物だ。ケロイドのところが針を突き刺すようになるでしょ。誰も本当に死んでしまった。手術はことごとく失敗であったって。前回前哨この赤い部分がね、こっち長崎だ。こっち長崎よ。山だらけ。あ、本当だ。絶対長崎。山だったからちょっとなんか縦に長く。広島ほら割と丸く落ちとるじゃん、うん、長崎ってさほら山だらけじゃん、うん、だからここの人たち以外意外と助かったんかもしれないね、この辺はね。この点々の何これ、これあの爆心地から半径何キロっていう、これ3キロ、うん、そういうことか。じゃあ意外と助かった人もおるのかな、うん、そうだね。ここがほとんど2キロ全部全壊しとるでしょ。こっち2キロだけど山があったおかげでこう細長くね、うん、まあ、それでも相当な数死んだ。大体ここら辺の山は大丈夫だったってこと。原子爆弾落ちてその土とか水とか空気もそうだし、こういう雨の中にも放射線がもう残ってますよっていう。だけどもう何を飲んでももう安全じゃないんや。壁や屋根も通り抜けるんだって放射線。かわいそうだったね。かわいそうだったけどね、知っておくべきことだからね、うん、そうそう、そうそう、そんなに昔じゃないっていう。平和記念公園ゲストハウス、うんうん、に来ました。ここで、スタンプがあるそうなので、世界文化遺産のスタンプ、愛ちゃんは集めるのが好きだね。ありました。こんな感じでいろいろ集めていきます。そうだね。広島っていうのはどういう意味かっていうと、もう原爆を落とさないっていう意味なんだって。へー、うん、もうやめて、うん、もうこの広島で起きた出来事はもうやめてねっていう意味なんだって。